ハイナーでは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、ホルツミンデン群に属す、町村で、シュタットールデンドルフを、本部所在地とするザムトゲマインで、エッシャースハウゼンシュタットールデンドルフを構成する、自治体の一つである。ハイナーでは、ゾリングフォーグラー自然公園の東辺縁部、南東のダッセル市と西のホルツミンデン市との間に、位置する。この町は、ゾリング山地の北。 ホルツベルクの南から南東アムツベルゲ山地の西にあたる。イルメ川の北西の支流であるシュピュリヒワハ川の水源地である。この町は以下の山地区からなる。ハイナでの創設期、すなわち継続的な定住が始まった時期は明らかでない。地名は比較的早い時期に成立したことを暗示しているが、文献上の記録はかなり遅くなってから初めて現れる。 ヘネデという村の最初の記録は1272年になされている。この村はヘーナデと記述されることもあるがヘーンデとも関連づけられる。確実な記録は1300年頃のホムブルクの霊園大長になされている。この村はここでは囲碁の文献と同じくヘーナと記されている。語尾のマイナスエードは16世紀末から伝わっている。 ハイナーでの議会は11議席からなる。名誉職の町長ゲルハルト・ロースは2011年11月6日に選出された。ハイナーではダッセルからネーゲンボルンに至る修道580号線沿いに位置している。この道は町内で連邦道 B64 号線と交差する。メルクスハウゼンの中心部をヘレンタールに至る唯一の行動である軍道48号線が 通っている。ありがとうございます。